チャレンジスピリッツ、スポーツの未来を考える総集編。続いては8月2日の放送回から。スポーツと医療の新たな取り組みについて、順天堂大学教授であり日本サッカー協会医学院長を務める池田博氏をリモートでお招きしました。まずは池田先生が院長を務めているサッカー協会の医学委員会、具体的にどういうことをされているんでしょうかね。はい、医学委員会は主に2つの役割があります。一つは選手の健康を管理することと、もう一つは選手や指導者に対してスポーツ医学の教育をすることになります。知識はちゃんとやっぱ持っておかなければいけないんだなと思いますけども、やっぱり今でもその指導者だったりとか選手たちによってのこうばらつきとかっていうのはありますか？それやはり大きいと思うんですね。今北澤さんのおっしゃったようにですね、選手はサッカーだけやっていればいいという時代ではもうなくなってしまいました。やはり怪我をしない体を作るためにですね、例えば運動生理学であったり栄養学であったり、そういうものをですね勉強する。松尾さんはライス処置って知ってます？いや全く聞いたこともないです。何ですか？ライスの R はレストですね。で I はアイス、C はコンプレッション、E はエレベーション。ですから休んで冷やして圧迫して、心臓よりも患部を拒絶するというのが一般的な処置で、冷やすのと圧迫するの、これは両方やらなくてはいけないんですけど、もしどちらか一つしかやってはいけないと言われた場合どうしますか？どちらをやりますか？とりあえず冷やす。とりあえず冷やす。このライス処置のですね最大の目的っていうのは、実はですね捻挫、打撲、あるいは打撲をした後に腫れさせないということが大事なんですね。はい。なぜ腫れるんでしょう？捻挫や打撲で腫れるのは出血みたいな感じですかね。そうですよね。要は内出血するわけですよ。はい。松尾さん、例えば、はい、台所で間違って包丁で指を切ってしまった。はい。冷やしますか？冷やさないで圧迫します。血を止めますね。まず止血ですね。そうですよね。ですから実はですねライスの中で冷やすのと圧迫するの、まあどちらも大事なんですけど、どちらが腫れを予防するかというと実は圧迫なんです。そうなんですか。それでサッカーの強豪校へ行ってですねこの質問をした時にですね、なんと生徒さん全員がですね圧迫を選んだんです。すごい。そういう知識の普及っていうのは、浸透っていうのはいつ頃から変わってきたんでしょうか？これはですね、おそらく一つはですね J リーグの中にニュースができたところが一つ。育成カテゴリーね。そうですね。ですから、指導者がいかにですねそういうアンテナを張ってるかっていうことがですねすごく大事なことになる。ただ一方で、残念ながら同じ質問をしたときに3分の2以上の選手、まあ、選手というか生徒がですねやっぱり冷やすというのを選んだことがありますので、やはり残念ながらですねそういう例えば中学生とか高校のクラブ、あるいは地域のクラブに対する医学教育の普及という点ではですねまだまだ不十分かなというのは感じています。正直トップカテゴリーよりもその地域の人たちの方がやるべきなのか休むべきなのかとか、どう治していいのかとか、どうリハビリしていいのかって分からない人たちが多いわけですもんね。もっと町のお医者さんレベルのところまで来てくれるとありがたいなと、ね、思いますね、うん。ただですね、こうした中で J リーグのチームが地域のスポーツ医療に乗り出すという新しい取り組みがスタートしています。お話伺いましたのでご覧ください。スタジアム内にクリニックを設け、地域に根ざしたスポーツ医療を行っているのが鹿島アントラーズ。画期的なシステムを生み出した背景と将来の展望について伺いました。もともとスタジアムの利活用はメインにありまして、試合でしか使用しないスタジアムをいかに有効に使うかっていう中で、まあ、鹿島アントラーズそのものが鹿島スタジアムの指定管理者のこともありまして、試合がない日に、クリニックを利活用しようというところと、まあ、鹿島とっていう田舎の地域自体がやっぱ医療過疎なので、まあ、医療のところで地域貢献ができればっていうところが最初のスタート地点です。地域に対するメリットは
あのチームドクターが診察をすることだと思うんです。その安心感とあの、まあ、スタジアムで見る先生たちがそこで見るので、地域の、まあ、おじいちゃんおばあちゃんだっても喜んでもらえるのもあるので、まあ、スタジアムとあのサポーター、あの患者さんの距離が近づくっていうのもメリットですかね。でただ本来であれば、まあ、課題ですけども、まあ、我々もクリニックの中に理学療法士トレーナーがいますけど、まあ、本当はやっぱチームにいてほしいんですね。チームとか部活とか学校にいてほしくて、でそこがまあないってなってくると、今度人材育成になってきて、地元の中でまあ女子マネージャーとかやってる子たちがちょっと興味持ってこうやって運動指導の方に来てくれたりとか、やはりこうマネージャーがトレーナーに近いような仕事をしてくれたりとか、この地域からこうトレーナーみたいな人が座ってくるってことも次のフェーズにはだいぶ見えてきましたけどね。 J リーグのチームドクターが地域のスポーツ医療を行うって、これは画期的な動きだと思いますけども、池田先生この動きどう見ますか？いや、今北澤さんがおっしゃった通りですね、アントラーズの試みっていうのは非常に素晴らしいと思います。例えばアントラーズクリニックですね、治療を受けた選手がそのクリニックの中で指導を受けた処置法であったりリハビリの仕方をですね、今度はその選手が自分の学校であったり地域のクラブチームに還元することができますから、まあ、スポーツ医学のですね、地域普及という意味でもですね、非常に大きな役割を果たすんじゃないかというふうに期待しております。誰がですね、最終的な結論を下すのかというのが一つのポイントになると思います。その選手が若い選手なのか、もうあと何年かで終わる選手なのか、そうですね、その選手のバックグラウンドであったり、あるいは逆にチームのバックグラウンド、その選手がですね90分試合に出なくてはいけない選手なのか、それとも最後の10分だけ出ればいい選手なのか、こういうさまざまなですね背景によって治療の仕方っていうのが変わってきてしまうんですね。ですからそこの引き出しをたくさん持ってる監督であったりドクターであったり、そういう人たちがチームを組んで最終的な判断を下すということが、まあ、一番いいのかなという感じです。これどういった可能性が今後あるんでしょうか、医学には。今までというかですね、昔までのスポーツ医学というんですかね、これは、医者任せというところも非常にあったと思うんですね。トレーナーの方の力って非常に大きくてですね、まあ、医者とトレーナーというのはもう車の両輪みたいな役割になってるんですね、まあ、その多くのですね、パラメディカルの方々が、折り合うことによってですね、まあ、選手の成長につながっていくということが期待できるんではないかというふうに考えています。続いては8月9日の放送回より新チーム立ち上げの舞台裏から見えてきたスポーツ界の新たな動き変化とは。リモートで参加いただいたのは新チームを次々と設立している東京ヴェルディ取締役兼東京ヴェルディクラブ理事長の森本ジョージ氏、東京ヴェルディハンドボールチームゼネラルマネージャー東俊介氏、東京ヴェルディホッケーチームゼネラルマネージャー福島武弘氏、そして日本経済新聞社運動部編集委員北川和典氏の4名です。まあ、そもそもスポーツが、ね、したいためにこういうところから始まったということもありますし、ヨーロッパのクラブチームには地域の人々がこう地域の人々に求められて設立されたという歴史があるんでしょうね。北川さん、ただ日本の場合はなんか成り立ちがヨーロッパとは違いますよね。そうですね、日本ではですね、学校で、体育としてスポーツをずっとやってきたということもあって、高校野球は人気ですし大学の対抗戦などもたくさんありますけど、大体、高校や大学を卒業してから、チームスポーツをやる環境っていうのが、まあ、大人になって社会人になってからやる環境は全くなかったわけですね、うん、じゃあオリンピックで世界と戦う選手っていうのはどうやって育てていくのかいいとかっていう問題になってくるんですね。そこで日本ではその実業団、企業が選手を雇用してそこで選手を継続して強化していくっていう役割になったわけですね、東京オリンピックの後にはですね、各競技でも日本リーグっていうのができました、まあ、サッカーなんかもすごく人気ありました日本リーグね、はい、それが日本 の競技スポーツの中心になっていったわけです、うん、で、まあ、J リーグはご存知のように OC 型のクラブチームによるスポーツ文化っていうのを日本に作ろうとしてできたもの、うん、
最初日本リーグは10チームでスタートして、今、J3 まで全国各地にそういったクラブチームが、それを時代が日本でも来たわけです。まあ、ベルディっていうのはこの10チームのうちの一つでしてです、まあ、確か J リーグの初代、あ、北澤さんいらっしゃいますけど、 J リーグの初代王者だったと思いますけど、オリジナル10ですよね、はい、このベルディだけは日本リーグの頃から企業の所有チームではなくて、クラブチームとしてスタートしたんですね。で、おそらくそのこういったヨーロッパのようなプロリーグをクラブによるプロを作ろうとしてもともと発足しているチームだったので、読売クラブが描いてたイメージがようやく J リーグによって実現されてきたというふうに言ってもいいんじゃないかと思います。学生チームや実業団チームが主流だった時代にクラブチームとしてスタートしたのが東京ヴェルディの前身読売サッカークラブ。クラブの設立当初からどんなことにも第一人者として挑むパイオニアスピリッツ、ロマンを語れるチームであるという理念を掲げ、東京ヴェルディとなってからも常に前進。創設50周年を迎えた2019年には長い伝統に固執することなく大胆なリブランディングを敢行、総合型スポーツクラブとして新たなスタートを切りました。今回は昨年産声を上げたばかりの東京ヴェルディホッケーチームをモデルケースに、スポーツチームを作る上でのノウハウや運営方法を見ていきます。日本の女子のトップチームって実は4チームしかない状況なんです。それしかないんですか。まあ、3チームあれば優先はできるけどね、はい、チームの中で大学を卒業するともうそこにホッケー続けるためには入らなければ、その4チームに入らなければもうホッケーをトップレベルで続けることができないと。あらら、もうそんな状況になっていたんですね。東京から世界に向かっていけるようなチーム、そういうチームを作っていくんだ、みんなで一緒に作っていきましょうというふうな、まあ、最初に思いをこう思いの丈を全てですね伝えてですね、そうやってお金をまず集めようというところでクラウドファンディングというところでお金を集めていきました。目標達成とかしてるんですか。5月の末に、募集開始をさせていただきました。5月の末から7月の末までの2ヶ月間、募集をしまして、368万5000円と、あと、まあ、支援者220人ですけれども、実は目標金額っていうのは250万円っていう形で、設定をしていたんですけれども、もうその金額をはるかに超える368万円5000円という金額を集めることができまして、これでですね、やはり1年目のチームの運営資金ということを賄うことができました。なんかこう支援者の方とか、あとは16競技団体が横並びで応援にこう回ってくれたりとか、なんかそういうことを聞いてると森本さん狙い通りじゃないですか。たくさんの方々にご支援をいただいて、でそのご支援をいただいたものが原資となり、今実は東京ヴェルディの女子ホッケーチームというのは複数のスポンサー様に支えられてですね、活動が今始まっているような状態になっておりますので、きっとこのやり方というのはその東京ヴェルディだけではなくて、この番組を見ていただいているさまざまな地域のクラブの方々であったり、ゼロからクラブチームを作るチームを作る方々にとっての何か一つの、まあ、実験事例というかですね、テスト事例になればいいなというふうに思います。そうですね、パイオニアスピリッツを持って今ヴェルディにまた新たなチームが誕生しようとしています。それが東 GM 率いるハンドボールチームです。現在どんな状況ですか、東さん。はい、今ですねまさに世界一応援されるチームというのを目指して、まあ、ゼロからの立ち上げにチャレンジしている状況のところです。ホッケーしかりハンドボールしかりなんですけど、ゼロベースで新しいチームを作るってすごくこう楽しそうな仕事だなと思うんですけれども、そういった中で森本さんが大事にしている心情とか何かあったら教えてください。はい、去年標榜しました新たなヴェルディのポリシーとして、多様性というものを作っていきたいと思っています。さまざまな人との交流を行っていく必要がある現代の中で、そのスポーツにおいても一つを突き詰めていくというカルチャーも、これはこれで素晴らしいことだと思うんですけれども、やっぱりいろんな種目、まあ、男性女性問わずですね、さまざまな種目に触れた結果、子どもたちが自分の
経験から自分たちで選択をしていく、そういったあの総合型のクラブを目指していきたいというのが一つあります。全国的にねこういった総合型クラブが発展していくと、うん、また子どもたちの未来は変わってくるんじゃないかなと思いますけど、北川さん、東京ヴェルディが目指す総合型クラブチーム作り、これどのように見えますか。まあ、パイオニアとしてふさわしい試みだなというふうに思ってます。ただその総合型クラブとしてのあり方としてはとても素晴らしいと思うんですけど、まあ、個々のチームがやっぱりきちんと成功していかないとやっぱりあの理想だけだったみたいになってしまうんで、そこでやっぱり個々のチームがどうやって発展していくかっていうと、ヴェルディチームだけじゃやっぱり発展ができないんですよね。まあ何はともあれ、そのやっぱり海サッカークラブができた時、こういう時代っていうのはやっぱりなかなか訪れないと思ったのが今できつつ来たわけですから、まあ今回の挑戦もぜひ成功させてほしいなと思いますね。